リフトスポーツ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、乗ったことある？いや、ないです。今日が初めてです。あ、そう。はい、やっぱり今の世の中 GR ヤリスとか 86BRZ とか、はいはい、その辺しかないんだけど、はい、もう若い子たちが買える値段っていうところのスイフトスポーツだね。あ、確かにリーズナブルなところってやっぱ大事ですよね。大事大事、すごい大事。はい、うん、若者の味方だよこの車。若者の味方。そう、へえ。高いからね、86も BRZ もさ、はい、GR ヤリスもやっぱり350万ぐらいするじゃん。あ、そうですよね。そう、考えると、そう、うん、スイフトスポーツってだいたい200万ちょっとぐらいで買える、買えるんですかね。そう、かなり、そうですね、お求めやすい価格になってて、うん、はい、うん、1.4 リッターターボだけど全然こう、はい、車が軽いからさ、車重が、はい、車重が軽い、だからもうすごい軽快だよ。その車重が軽いとやっぱり早く走れるってことですか？コーナーが速い。コーナーが速い。ああ、じゃあ走り好きにもとってもいいってことですか？軽快だよ、もう、はい、軽快、軽快、ほんといい車だよ。そうなんですね、うん、むしろこれが売れなきゃおかしいでしょっていう車。あ、そうなんですね、うん、大人気なんだ。すんごいよくできてる。200万だからこんなもんでいいやっていう作り方じゃない。あ、じゃあ細部までちゃんと、うん、しっかり作ってるってことなんですね。走りなんか多分これ徹底的にテストしてるよ。あ、じゃないとこんな良くならない、うん、土屋さんサーキットでもなんかちょっと走られたことは。走ってる走ってる、もうホットバージョンとかカートップで。はい、そうなんですよね。もうガンガン走ってるよスイフトスポーツは。へー、面白いよ。サーキットとそのこう一般道で の, そのやっぱ違いってどんな感じなんですか？一般道だとあんな全開で走んないじゃん。あ、そうですよね。こうやってこう普通に流してるぐらいじゃん。はい、だけどそれでもなんかこう気分いい車だよね。あ、スイスイ走れる。そう、1トン切ってるからもう 1.4 リッターターボで十分こうパワーもあるし加速感もあるし、コンパクトなのにパワーってすごいですよね。そうそうそう、だから十分、この大きさには十分なパワー。ああ、なるほど。快適だよ。結構遠出したりとかも。ああ、楽ちんだよこれ。へえ、いいですね。ファミリーカーなんだけどスポーツカーだよね。はい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 、うん、めっちゃいいとこ取りですよね。そうそうそう、でリーズナブルだし、はい、ほんといいよ。大きさもちょうどいいし。確かにこれぐらいちょっとあのコンパクトめの車すごい好きなんですけど、うん、はい、だから若い子からすると大きい車ってさ、はいはい、四隅が分かりにくい。ああ、そうか、やっぱり運転してるとちょっとね細かな調整だったりとか。そう、この大きさはほんとね若い子でも女の子でも分かりやすい大きさだよ。あ、確かに女子が運転するんだったら絶対このサイズ感ってすごくいいと思います、うん、めっちゃいい。はい、ほんとよくできてるよこの車は、はい、うん、なんかこれなんかマニュアルだけどなんか ACC 機能もついてるんですよね、うん、そうだね、便利、うん、さんはスイフトスポーツのどんなところが一番気に入ってるんですか？いや、軽快だよ。軽快。もうハンドリングは軽快。はいはいはい、はい、うん、で乗り心地もいいし、はい、ちゃんとこう乗り心地の質感も出てるし、はい、でサーキット走ってもカットンでも面白い車、楽しい。へえ、走り好きにとっても楽しいってすごく大事ですよね。そうそうそう、うん、なんか内装もとっても可愛いですよね。うん、全然安っぽくないんだよ、200万ぐらいだったけど。そうなんですよ。そう、すごいなんか上質な感じがして、うん、全然安っぽくない、はい、特になんかこのなんか赤のラインとかがすごくおしゃれだなと思います。シートにも赤いステッチが入ってるので、うん、大したもんだよ。でも可愛いですね。そう、乗り心地もいいよ。うんうん、これ USB もちゃんとついてるんですね、うん、とってもいい。女子結構大事なんですよ、充電とか。あ、そっかしたくて。はい、メーターもすごいカラーリング綺麗なんですね。うん、メーターいいよ、なかなか、ね、めちゃくちゃおしゃれですね、うん、本当に細かいところまで。これコンパクトなのに足元結構広いんですね。広い。これ足伸ばせる、すごい。広いよ結構、ね、ですよね、うん、今なんか何気なくこう置いてたけどすごって思いました、うん、へ、足元広いよね。
若い子たちが買えるスポーツカーだよ、スイフトスポーツは。いいですね。ああ、いいよ。いや、やっぱ普段乗りでも快適だね。やっぱ改めてね、今日ちょっとほら、うん、峠とかサーキットじゃなくて街に近いステージですけど、うん、改めて乗るとね、やっぱいいですよね。いや、だからこうやって普段乗ったのが初めて俺。あ、逆に、そうだ、いつもサーキットだとか軍祭全開とか、はい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 、だからそれはもうもちろんいい車だな、楽しい車だなと思うんだけど、うん、こうやって普段普通に乗ったの初めて、うん、パワーがありすぎないじゃないですか、うん、そうそうそう、適度なパワーだから、うん、この辺でも、まあ、ふーっとエンジン少し回し気味にして楽しめたりとか、うん、そういうのこの車いいですよね。でマニュアルシフトだから自分でね、ヒール&トゥーとかそうマニュアルだしサイドついてるし楽しいの、うん、そうそう、これやっぱ大事ですね。大事大事、うん、スポーツって言ったらマニュアルでサイドブレーキね、無駄を楽しむ。そうで実はね、今までこのクラスって結構スポーツグレードがあったんですよ、うん、例えばビッツの RS とか、 あとは、フィットにも RS ありましたよね、うん、そういうマニュアルで、うん、楽しく乗れる車があったんですけど、うん、新型になって、うん、ヤリスは、まあ、マニュアル残ってますけど、はい、ヤリスはね、あ、そうだ、ヤリスね、うん、ヤリスはピッツからヤリスになって、うん、ヤリスはマニュアルは残ってますけど、うん、スポーツグレードっていうのはなくなっちゃったんですよね、うん、あの上の GR ヤリスになっちゃったんで、うん、でフィットはモデルチェンジして、うん、新型はマニュアルミッションがないんです、うん、RS もないし、うん、なので貴重な存在になってきたんですよ、どん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 。だから売れてんじゃないの。だからね、そう、こういう車売れてほしいし、ね、やっぱり、みんなが買うことが火を絶やさないってことじゃないですか、うんうん、はいはいはい、でこう鈴木がね、せっかくこの200万円切るグレードもある、うん、買いやすい価格でしてきてくれたんで、うん、もうぜひみんな買いましょうと、うん、ああなるほどね、うん、いやもう楽しいよ本当に。もうマニュアルって無駄だとか言うんだけど、我々はその無駄が楽しいの。そう、あのねやっぱね、マニュアルって失敗もすることもあるじゃないですか。そうそう、でも上手に決まった時のあの気持ちよさがいいんですよね。速いとか遅いとかじゃないんですよ。自分で操作する感覚が楽しいってことですか。そこが楽しいの。そこが楽しいね